こんにちは、スプレアートでのべらちゃんと梅ちゃんです。イエーイ、こんばんは。じゃあ今日の話は、傭兵ね、俺どうやって他の言語を学んだ。他の言語を学んだ、うん、俺の場合ね、俺は秘密を教えちゃうよ。だってこれ教えたらみんな喋れるようになる。いいよそれ。俺はね、本当にね、勉強しても勉強しても全然単語も入ってこないし、文法全然わかんないし、リスニングかな。リスニング、リスニング。どのぐらい？もう3000時間、もう3000時間、もう3000時間。3000時間。もうなんで3000時間っていうと、なんか人間の脳みそが、そのなんか英語と日本語のなんていうか周波数みたいなのが違うんだって。うんうんうん、周波数っていうのが違うから、だからその周波数が脳みそが理解するまでに大体3000時間ぐらいかかるんだって。そうなの。そうだから英語3000時間同じのに、同じの何の言語でも、何の言語でも10分間ぐらいのテープ会話のやつをずっと3000時間、まあ1000時間ぐらいかな。で、次のやつ、次の10分ぐらいのにやって、ずーっとリピートしてて、ずーっとリピート、もう頭おかしくない。うん、で、それをでも半年ぐらい続けて、リスニングを、うん、ただ流してるだけ、とりあえず、うんうん、意味わからなくても、意味わからなくてもいい。なんか理由としては、その周波数を脳みそが理解するためにとか、うん、英語のね、はい、英語でもスペイン語でも、英語、スペイン語、そう、その聞くとなんかだんだんカタカナで書けるようになってくる。で、意味はまだ分かんなくて、うんうん、で、なんか海外とかに行くと、留学とかすると、大体なんかみんな半年ぐらいで、ああ半年ぐらいで聞き取れるようになってきたのにってみんな言うのは、そういう話。じゃあみんなね、はい、ダメになったら、はい、まあちょっとコメントとか、はい、チャンネル登録、はい、ご評価も、はい、よろしくお願いします。 OK、 あとコメントね、あ、もうコメントだけど、もう一回コメントお願いします。アディオスミゴー、アディオスミゴー、アディオー。